こんにちは。暑くなってきましたね。いよいよ夏本番ということで、ワークマンで一番涼しいズボンはどれだということで、夏パンツ決定戦、ご紹介したいと思います。はい、一番最初にご紹介するのはソルテックスワークスーツ 2way パンツですね。シルエットが結構テーパード寄りで、膝にザーツが入ってるんで、医学的動きやすいです。なんとこのソルテックスって素材がノースフェイスだとか、あとグラウチとかが、ちょっと前まで採用していて、ノースフェイスも今道路ライトパーツっていうのは出してるんですけど、非常に高機能な撥水素材で、一応ポケット、後ろのポケットもね充実してます。ぐるっとこう回っていただくと、後ろの方にはさらにサブポケットがあって、指でこうやってこう引き出すとですね、ポケット、外付けのポケット、サコッシュといいますかね、それを利用することができます。ちなみにレディースも今年から発売しているので、気になる人は、黒のパンツでブラウンのパンツをって考えている人は、女性の方も買ってみるのもいいかもしれないですね。はい、次に紹介しますのが、ドットユアワークスーツ 2way パンツですね。先ほどのソルテックスワークスーツパンツと、形全く同じです。素材がドットエアになって、当然の高通気素材なんですけども、ただね、耐久度がね、もう半年履いただけでもうちょっと破けちゃいました。はい、次に紹介しますのがエアロストレッチクライミングパンツ、ね。これ夏用でちょっと涼しめの素材になってます。シルエット、登山向けも結構ぴったりのシルエットなんですけども、機能性は十分で、ロールアップできます。裾のロールアップですね。ドローコードと、ボタンと、というんで、これ工夫してロールアップして履くわけなんですけども、膝のところに、ベンチレーション、これ僕ちょっと知らなかったです。ね、である程度の通気性も確保しますので、非常に履きやすい。ちなみに、腰周りのポケット類、やっぱり登山の対応というのを謳っているので、ぐるっと回るとですね、もうポケット、ポケット、ポケット、ポケットです。で、さらに言うとグレーだけちょっと、シルエットがちょっとゆったりなんですけども、なんとね、右側の方に、サコッシュがついています。これが意外と便利ですね。例えばスマートフォンとかそのままポケットなんかに突っ込んでたりすると、汗の湿気で、もうスマホの画面に何か水滴がついてたりするんですけど、これだとサコッシュの方を外に出してスマートフォンなんか入れてみたら、なんと快適にですね、小物なんか持ち運べます。エアロストレッチ、クライミングパンツ、非常にね履きやすくて便利でしょう。ただね、通気性はちょっとドットウェアに履けます。ちょっと試してみたらいかがでしょうか。で、最後に紹介するのが遮熱ダブルメッシュのアイスアシストカーゴですね。今まで紹介したパンツは割とネットのね、ワークマン好きの人たちなんかに結構紹介されてるんですけど、これ紹介するやつはね、原爆です。で、ただ意外と生地の耐久性もあって、通気性も抜群。シルエットがちょっとブーツ感というよりでですね、現場の人がちょっと、現場でブーツ履きますからね。だからブーツ買った気味になってます。通気性は抜群で、ダブルメッシュって言ってすごく通気性のいいですね。枠がついてるんで、自転車乗ってる時とか、山登りの時とかに、ここ風がスーッと抜けるんで非常に気持ちいいです。だから今まで紹介した中で、やっぱり値段も少し2900円と高めなんで、非常に履きやすい状態。皆さんもぜひこのね、原爆を試してみてください。夏パンツ最強決定戦の一応この YouTube 動画、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。